タプススの戦いは、紀元前46年4月6日に、北アフリカで行われた、ガイウスユリウスカイサール軍と、元老院派及びヌミディア連合軍との戦いである。タプソスの戦いとも表記される。なお、ここでは、タプスス海戦の前哨戦やウティカ包囲戦も合わせて、記載している。ファルサルスの戦いで敗北し、エジプトで、元老院派の総大将であったグナイウス・ポンペウスが、 殺害された後も、クイントスカエキリウスメテルスピウススキピオナシカ、マルクスポルキウスカトを中心として、プブリウスアッティウスワルス、ルキウスアフラニウス及び、ポンペウス兄弟ら元老院派は、ウティカを拠点としたアフリカ族州へ退き、同盟関係にあったヌミディアをゆば一世とも連携して、カエサル派へ抵抗する構えを見せていた。東部族州での問題及びローマでの諸問題を、 解決して後、元インパを撃つべく、カイサルは、シチリアを経て、紀元前47年12月28日に、北アフリカタプスの南約70キロの地点に、上陸し、紀元前46年1月までに、全カイサル軍も北アフリカへ集結した。カイサル軍の進路カイサル軍は5個、軍団3万及び騎兵4000であったのに対して、元インパは、 ローマ軍団不評3万5千、同盟諸国騎兵9千を集めた。また、ヌミディア王国軍を合わせて、カエサル軍を上回る、総勢6万強の軍勢を要し、自らの地盤でもあり、兵団もカエサル軍に対して優位であった。カエサル軍は、元老ンパに組みするタプスス攻略に際し、タプススの南側に3本の防衛ラインを構えて、包囲、封じ込めた。カエサル軍は、ルスピナで、 キツスラビエヌス率いる騎兵部隊に敗北して損害を受けたが、カエサル軍は体制を立て直し、以降戦線は膠着状態となった。そのため、元動院派はカトを呼び、守備部隊をウティカに残した上で、メテルススキピオを軍総司令官として、タプス疾患阻止及びラビエヌス部隊へ火星のため、タプスへ向かった。タプスの南西には型が広がっており、 タプススへ向かうには、肩の北及び東にある細長い陸地を進む必要があった。北ルートにラビエヌス隊を合わせたメテルススキピオの本軍、東ルートにユバ一世が率いるヌミディア軍を廃し、タプスス前に字も張るカエサル軍を攻撃する体制を取ったが、カエサル軍への内容を訳していたマウレタニアがヌミディア本国を襲ったために、ユバ一世は軍の半分を マウレタニア軍へ迎撃に咲かざるを得なかった。それに伴いヌミディア軍の到着が遅れたため、カエサル軍はメテルススキピオ軍へ向かい進軍した。メテルススキピオは、戦像及び騎兵を左右の領域、不評部隊を中央に配した一方、カエサルは騎兵を中央、不評部隊を領域に配する陣を引き、左右領域の元老院セ戦像部隊へは、第五軍団を当てた。 紀元前46年4月6日、カエサル軍の進軍ラッパによって戦いは開始され、第五軍団はカエサルの指示により突進する戦像の足を斧で狙い、足を投げ払われた戦像は会えなく無力化した。原動引パ不評部隊は第10軍団をはじめとしたカエサル軍に抑えられ、ラビエヌス指揮下の騎兵部隊もカエサル軍騎兵部隊や不評部隊の包囲によって改装。 メテルススキピオ以下の首脳陣は戦場から逃れた。カエサル軍はメテルススキピオ軍を撃破するや、片の南に陣を置いていたヌミディア軍を攻撃したが、若干の交戦があったのみで、ユヴァ一世は見切りをつけて、やはり戦場から脱した。カト自決、フランス人がカルイ・アンドレ・ガブリエル・ブーシェによる1797年の作陣へ立て直しのために、ユヴァ一世はざまへ逃れたが、 ザマ住民が城門を閉じたため、カエサル軍の総統戦により身体に急死した、ユヴァイスイは、マルクス・ペトレウスと差し違えて自殺、ヌミディア王国は滅亡した。メテルス・スキピオは、ヒッポレギウス近郊で殺害、アフラニウスや、ファウストス・コルネリウス・セッダは捕らえられて処刑されたが、ポンペウス兄弟やラビエヌスらは、ヒスパニアへ逃れた。カエサル軍はタプスス、ハドルメントムを落とした後、 カドラが守るウティカを包囲。カトは奴隷を解放して兵力に当てるとともに、タプススの敗残兵も収容して、徹底抗戦の構えを示したものの、ウティカ住民からの協力が得られず、カエサル軍の攻撃を支えきれなかったため、カトも自殺して果てた。カトは後に、ウティカのカトと称されることとなる。紀元前46年4月13日、カエサルがウティカを占領したことで、 北アフリカ戦線は終結した。なお、占領から2日後にカイサルは、ウティカを立ち、ローマでの外戦式を経て、ラビエヌスラ元老院派が残るヒスパニアへと向かうこととなった。タプスの戦いの図、イタリア人建築家アンドレア・パラーディオによる1619年の作、スエトニウス、皇帝殿、カイサル75、プルタルコス、英雄殿、カイサル52、プルタルコス。 英雄伝、キケロ39、プルタルコス、英雄伝、カエサル51、プルタルコス、英雄伝、アントニウス10、ありがとうございます。